追加アクションどれもスキルゲージを消費するのね。スキルゲージは攻撃を当てると溜まっていくよ。まずは補助効果が高いロールアクションから。モビルスーツのタイプごとに効果が違うのね。まずはオールラウンダはシューターね。小隊長さんのレベルが上がればロールアクションを強化するスキルなんかも覚えるからね。まずは使ってみて小隊長。当たれ。ロールアクションの発動を確認。あとは実戦で試したいところね。さらに特殊な反撃行動も覚えよう。その名もチェインブレーカー。スキルゲージを消費して敵から攻撃を受けた時に弾き飛ばす。敵の連続攻撃や組みつかれた時に使えそうね。小隊長さん、攻撃を食らった直後にチェインブレーカーを使ってみて。敵の攻撃を途中で弾く。ダメージを抑えるためには重要ね。では最後にチェインブレーカーを使おう。これを直接敵にヒットさせるとなんとブーストゲージが回復。攻撃継続、ダッシュ、ステップ連続 OK。 攻撃回数を増やせるのはすごい。対空時間を延長したり戦闘機能の幅も広がるわ。そうなんだ。打ち上げからのエリアル攻撃中にチェインブレーカーを当てて攻撃し続けてみて。肝心な時に。これでどうだ。お見事よ小隊長。ずいぶん長いこと空中で行動できていたわ。チェインブレーカーはリバーサルで反撃に、ニュートラルで連続攻撃に使えるって覚えてね。さああとは実戦で使ってみよう。戻るよ。それではフリーチュートリアル始めるよ。小隊長さん、好きに動いてもらってオッケー。燃料や弾薬を気にせず演習し放題ってのはこの世界ならではの贅沢ね。終わるときはメニューのチュートリアル終了、チュートリアル終了。テリア、
展開。さすがですね。セリア。いけ。Gユニバースでの基本アクションのおさらいだよ。まず移動、まず移動。ステップ、ダッシュ、ジャンプはブーストゲージを消費するわ。時間で回復するからね。小隊長さんを含めた隊員が全滅するか、制限時間をオーバーするとミッション失敗。次、カメラ、カメラ操作。上下左右にカメラを操作して周囲を確認して。進行方向はもちろん、崖の上なんかもすぐに見上げられるよう慣れておいてね。敵機から捕捉されるとヘイト戦が表示されるよ。敵の攻撃目標になってるってこと。これが出たら気をつけなきゃダメよ。それじゃあ実際にアクションを試していこう。まずはロックオンね。カメラが捕捉した敵を自動的に追ってくれるわ。それじゃあロックオンしてみて。ロックオン成功。ロックオン。敵機を捕捉。メイン兵装で攻撃開始よ。着弾を確認。ロックオンしての攻撃は基本だから確実に身につけてね。次は格闘攻撃だね。これも基本になる兵装だよ。いわゆる接近戦よ。小隊長、近づいて攻撃を。行け小隊長。切れ切れ。攻めすぎて敵に囲まれちゃったら回転攻撃で脱出したいところだね。回転、回って攻撃、当てろ。ザッ。うん、いい回転。それじゃあ次は打ち上げ攻撃だね。敵機を空中に吹き飛ばして無防備になったとこに攻撃。空中コンボ、空中コンボ。反撃もされないからチャンスよ。ガツンとかち上げて。ザたまや。空中の敵機には攻撃し放題。いろいろ当ててみてね。そのいろいろにはサブ兵装1と2があるわ。モビルスーツごとに兵装の特性が違うから
しっかり把握して使い分けてね。ぶっ放せ、サブ兵装ぶっ放せ。これで決める。いけ。これはどっ、ブッパ命中。サブ兵装の使用回数は時間で回復するからね。防御もやっておきましょう。ガードすることでダメージを減らせるわ。じゃあシールドで敵機の攻撃を受けてみよう。小隊長さんが戦闘不能になるとミッション失敗になっちゃうから修理は忘れずに。でもミッション中に使えるリペアキットの数は決まってるから無駄遣いは厳禁だよ。回復直せ、回復。リペアキットによる修理うまくいったわ。基本アクションについてはこんなもんかな。小隊長さん、お疲れ様。
ここがティターンズの拠点。敵は？もう配置についてるね。それにしてもキリマンジャロはまだ落ちないのか。三日月か、カラバ地上部隊ユノ・アスタルト特務総長です。クワトロ・バジーナ大佐。私は大尉だ、ユノ特務総長。ティターンズの監視塔です。敵の増援を断つため破壊してください。大尉さん、リーダーから通信です。こちらカラバのアムロ・レイダー。シャア、応答してくれ。アムロか。クワトロとしてで構わんなら答えよ。あなたまで来るとはな。カミーユならいいのか。なぜすぐにあの二人を止めなかった。あのフォーという娘のことか。あなたには分かっているはずだ。もう一度同じことを繰り返させるつもりなのか。それは彼らの問題だ。我々は源氏をどうにかせねばならない。クワトロ隊、カラバの力を過小評価してもらっては困るな。はい、本体の進行ルートを確保し、カミーユ君も探します。小隊長さんもゲリラ戦で監視塔を潰しながら進んでね。敵襲！迎撃しろ！そこ！行け！ゾギ！私も。今回のブレイク現象、いつもと比べて規模が小さい。そうだね。明確なのはカミーユ君がいないってだけかな。ディレクトリをまたいで散ってしまった鉄火団メンバーのデータは？今のところ無反応だね。でも、この時代の火炎モビルアーマーと火星のモビルアーマー、その紐付きでブレイク現象が起こる可能性は十分にあるよ。小隊長、どんなお邪魔虫が出るかわからない。用心して進んで。当たれ。なかなかのものです。クワトロ隊員、フォーさんってカミーユ君とはどういった関係なんでしょう。フォー村雨、連邦のモビルアーマー、サイコガンダムのパイロットだ。ニュータイプ研究所の一つ、村雨研究所の被験隊。彼らもまた戦場で出会ってしまった。もしかしてニュータイプの教科。フォーは教科人間だ。しかし彼女には近くにいる人にまで影響を与える力が備わっている。カミーユ君がそれに取り込まれてしまうと。彼はフォーを自分の手元に引き寄せられると思っているだろうな。敵味方だって分かり合えます。隊員みんなで協力して助ければ。いや、フォーの意識はもっと強制されて人為的に作られている。薬物と催眠療法でな。人工的に兵士を作り出す。どうしてどの歴史でも同じことを。ユノ姉さん、人が己の力で確信し育てればよいのだがな。それには何か大きなきっかけが必要だろう。大丈夫だユノ、あとは僕たちカラバの空挺部隊で抑える。ちぃ、これ以上手間取るわけにはいかないのだが。待ってください、ブレイク反応、何か来ます。何？サイコガンダムか。地球に降りたガンダム。いや違う、ここは俺たち2番隊が引き受ける。
ガンダムグシオンリベイクフルシティ、アキヒロアルタランド君見つけた。大尉、彼はテッカ団っていう民間警備会社の団員です。私たちは何度かお仕事したことあって。攻撃、そこだ。さすがですね。